オパビニア突き出した糞が顕著糞とは、動物の体において、口やあるいはその周辺が前方へ突出している部分を指す用語である。動物群によってその部位や役割は様々である。ホット融語は、分類群によってそれぞれ異なった部位に当てられているが、いずれにせよ口に付随する部分で、それより前に突き出る構造のことである。普通は、口は、体の最先端か。 それに近い位置にあるから、それより前に突き出る部分は、体の一番前に突き出る部分であることが多い。また、ほっと言われるものは単独で存在するものに当てられることが多く、体をなして存在するものは普通はこう呼ばない。ほっと言われるものとしては、大きくは、以下の二通りがある。構造も用途も様々なので、一概には言えないが、口と連動して使われることも多いので、 まとめて、興奮ということもある。軍による差が大きいので、以下、軍別に述べる。ヘラチョウザメ粉は、ヘラ上ツイ動物の場合、測定部位の名称として目より、前の部分をほっと呼ぶことになっている。したがって、それが突き出して用害前が粉はあることになる。この使い方は、魚類、両生類、爬虫類、哺乳類で用いる。蝶類の場合、 口しが明確に区別できるので扱いが異なる。他方で実際に突き出た部位としてフンが区別できる例も多い。軟骨魚類では口は先端ではなくやや後方仮面に開く。そのためにフンは口より前に突き出た部分として存在する。サメでもエイでもこの部分は三角形に突き出しているものが多い。中には ノコギリザメのように飛び抜けて突き出した例もある。一般の魚類では、口が先端に開く例が多い。両生類、爬虫類、鳥類も、その点では、ほぼ同じである。哺乳類では、バクやゾウなどが口より前に突き出た部分を持ち、これは鼻であるが、ほっと呼んでも差し支えない。その点では、人の鼻も踏んであり、そこから接吻とは、 花と花を擦り合わせることのはずである。哺乳類で、最も糞が発達しているのは、臓類である。口そのものが長く突き出したものとしては、タツノオトシゴや、幼獣を青ヤガラなどがあり、これらの突き出した部分もほっと言う。さよヨリのように下顎が突き出したものや脱のように、上下学が、それぞれべっこに突き出しているものはこう呼ばず、くちばしということがある。 無脊椎動物において、ホッと呼ばれる構造は、非常に多様である。特に口周辺の突起をこう呼ぶ場合、触手との区別は明確ではない。一般に、触手は、複数あり、糞は単独であるが、複数備えるものをこう呼ぶ例もあり、逆にヒゲムシ類には、触手が一本しかない例もある。体内に引っ込めることができるものをホッという例も、多いが、 引っ込められないものもある。構造と機能から類似のものをまとめて説明する。紐形動物の紐虫類では、口の全部分から紐状の突起を外に伸ばすことができ、これをほっと呼んでいる。これは普段は反転した形で体内に収められ、接触時などに使われる。このように体内に収められる特別の構造がこう呼ばれる例としては、 サナダムシ類の一部の頭部に見られるものがある。これはその表面に逆差しがあり、宿主に自分の体を固定するのに用いられる。群によって2本、あるいは4本を備え、それによって2分目、4分目などと呼ばれる。さらにこれとほぼ同様のものがハリアタマムシ類にも見られるが、こちらは必ず1本である。 ユムシ動物の一つ右側が、フンユムシ動物門のユムシ類では、口の前に突き出る部分としてフンがある。この部分は、背面で胴の皮膚と、つながり、覆面側は、粘膜となっている。この部分が、よく発達したものでは、この粘膜の部分でデトリタスを集め、専門粘液接触によって、餌を取る。また、この部分は種によってはたやすく地切れする。なお、 この部分は、口全容に当たると考えられ、多毛類では、目や触手があって、頭部として機能しているが、ユムシ類では、そのような特化した器官を一切持たない。反作動物のギボシムシ類では、体の先端に丸い構造があり、これをほっと言う。これに続く部分は、エリと呼ばれ、この間に口が開く。ゾウムシの操作電犬写真昆虫のゾウムシ類では、 頭部の前端が前に伸びて、棒状となり、その先端に口が開く。この突出部をホッと言う。海雲の頭部も口が突出して、これをホッと呼んでいる。軟体動物の腹足類や多番類では、口の部分が円筒型に伸び、多少とも伸び縮みできるようになっており、これもホッと呼ばれる。ストローのような後期を伸ばして蜜を吸う。 スズメが昆虫の蝶目やカメムシ目、あるいは蚊のように液体を吸うものでは、後期が細長く伸びるものがあり、これをほっと言う。腹足類では、口が円筒型に伸びて、ほっとなる例がある。変形動物門の渦虫類では、腹面中ほどに口があり、その内部には、陰筒と呼ばれる感情の構造がある。これを突き出すことができるので、時に、これをほっと言うことがある。 星口動物の糞は先端に口があり、裏返るようにして体内に完全に引っ込めることができる。普通はこれを完全に伸ばしたその先に口が開いて餌を取る。このようなものを貫入糞と呼んでいる。このような糞を持つのにはエラエ動物、同糞動物、同行動物がある。関係動物多毛類にも類似の糞を持つ例がある。また、 針金虫類の妖精にも似た構造がある。これらの構造のいくつかは相当なものであるとの考えがある。なお、同粉動物ではこの部分を頭部と呼んでいる。これらの粉のうち、星虫のそれは他の外皮とほとんど変わらないが、先端に触手がある。同粉動物、エラエ動物では、 放射層症的にその表面に針が並び、移動の手段及び捕食のために使われている。つまり、伸ばしたものを貫入することでその外表に触れるものを、たぐることができるから、それによって、基盤表面を引き寄せることで移動し、あるいは、餌を体内に引きずり込む。多毛類の場合、糞の表面に細かい歯がある例もあるが、先端には、左右一体の大顎があり、 この部分はもっぱら接触に使われる。ありがとうございます。